これなんだ。皆さんこんにちは、郷土資料館です。郷土資料館では市内の人たちが使っていた道具を集め保存し展示しています。今回は海苔養殖の道具を見ていきましょう。これなんだ。上の方に足を通す部分が見えます。下駄にしては少し高く見えますね。正解は海苔下駄です。海苔下駄は海苔を育てる準備で使用する道具です。イラストのような海苔を育てる場所であるチビという柱を立てるために使用していました。これなんだ。木に丸い機械のようなものがあります。掃除機にも似た形に見えますね。正解は自動のり積み機です。ポンプで海水ごとのりを吸い込み、カッターで切り取る道具です。昭和40年前後に登場し、手作業に比べて格段に早くのり積みが行えるようになりました。これなんだ。四角形がいくつもある木の枠です。両端に突起があり、何か引っ掛けられそうですね。正解は海苔干し枠です。収穫した海苔はついてから水を切り乾燥させるために海苔干しを行いました。先ほどの突起はすだれを引っ掛けるためのものだったのですね。船橋市では明治30年代から海苔養殖が行われたと記録されています。現在の海苔養殖はどうなっているでしょうか。船橋市では三番瀬で現在も海苔養殖が続けられています。今回郷土資料館は船橋市で海苔養殖を営んでいる方のお宅で現在の海苔養殖の道具を見せていただきました。俺が大佐ってもう60年以上経つじゃないのかな。海苔下駄はね、昭和42年までやったね。市内で採れた海苔がどこで購入できるか気になってきませんか。こちらは船橋駅から徒歩15分のところにあります船橋地方卸売市場です。船橋地方卸売市場では現在も市内や県内で生産された海産物等を購入することができます。こちらではいつから海苔の販売をしていらっしゃるのですか。そうですね、ここの船橋市場が開設された約50年ぐらい前からですかね。開設されたそんな昔からやっていらっしゃるんですね。はい、そうです。ありがとうございます。